はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね、家系ラーメン会ということで、前回ですね、末広屋さんを食べてから、個人的にはそれぶりになりますかね、3週間ぶりぐらい、それぐらい家系食べてないんですよ。で、本日向かっている家系が、以前ですね、うちの妻とオフで食べに行った時にですね、僕のすごい好みの味でして、ずっとね、行きたいなと思っていたお店でございます。ということで、本日のね、お店着きました。本日はですね、僕の後ろに見えております斉藤屋さんにお邪魔しようと思います。こちらの斉藤屋さんにはすするくんなんかも来てまして、まあ、本当にね、味は間違いないので、本日はこちらのラーメン楽しんでいこうと思います。いや、最近はマジでね、私生活も家系行ってないから、今日超楽しみ。ということで、ただいまですね、斉藤屋さんの店内に入っております。本日はですね、ラーメンを2杯いただいていこうと思います。いつも通りですね、通常のラーメンにライスで、2杯目にはチャーシュー麺にですね、いろいろとトッピングを施したカスタマイズ、ラスカルなりのね、1杯をわがままにね、食べていこうと思います。マジでね、久々なんでね、今日ほんと楽しみなんですよ。こちらのね、斉藤屋さんで最高の家系楽しんでいこうと思います。ということでですね、本日いただきます1杯目のこちらラーメンなんですけれども、並盛りではなく中盛りで注文させていただきました。いや、早速ですね、じゃあできていただきます。あー、うまますか。いや、ちょっと待って、これ待って、麺いきたいけど、スープがうまい。うまこれは早速ですね、のりとほうれん草で和えて、最高のセットで麺いっちゃいましょう。これうまいでな。これまたこのチャーシューね、やばいでしょ。前回、まあ、普通にね、来た時にこのラーメンが美味しいと思った僕の感性は間違いじゃなかった。今日もね、最高に美味しいよ。ちょっとね、2杯目があるんで、会員はしないけど、
もう少しだけスープを飲ませてください。ごちそうさまでした。続いて2杯目も注文していきたいと思います。今ね1杯食べたけど、こちらの斉藤屋さんのこのラーメン、バランスがすごいのよ。普通の家系よりも背柄とかね、お肉がついてるような部位を多く炊いてるので、お肉の旨味っていうのかな、それがスープにすごい染み込んでるんですよ。お肉が多いイコールもちろん脂も多いからさ、これ見てわかる通りね、スープがしっかりと乳化してまして、ベースのこの塩分はね少し高めではあるんだけれども、その脂感とか肉感、ここがちょうどよく合わさってて、パンチがあるんだけどぐいぐい飲めちゃう、そんなスープで、そこに合わさるこの麺ね、吸った時の香りがたまんないわ。ちょっとほんとマジでみんな食べに来てください。今ですね2杯目作っていただいてるんですよ。作っていただいてるんですけれども、この調理工程、このねカウンター越しから見えるんですけど、あのねそれがまたうまそうでね、一杯食べてるんだけれども、またねお腹空いてきました。はい、ということでですね、ただいま2杯目のラーメンが到着いたしました。本日2杯目にいただきますのがこちら、チャーシュー麺の第2、ほうれん草、海苔を2枚、卵を追加させていただきました。で、今回はですねライスだけではなくて、まぶし丼というメニューもございますので、じゃあねご飯ものダブルでいきたいと思います。大サイズになりますと麺が丸々2玉、並盛りに比べると2倍になってますので、量注文する際はお気をつけください。うまい、上のカメラで見えるかな、もうあのすごいのよ、チャーシューで見えないけど麺パンパンに入ってるから。うん、幸せ。早速このまぶし丼行ってみましょうか。このまぶし丼ね、見てもらうと分かるんだけど、お肉しっかりですね炒められてるんですよ。この作業工程中に香ってくる香ばしい匂いがマジでたまんないです。うわ、このまぶし丼ラーメンに合うな。うわ。今日はこんだけラーメンとかご飯物も注文してまして、全部をねそのまんまでいただくのももったいないと思いますんで、卓上にございますこの辺りの調味料を使ってちょっとねご飯カスタマイズしてみたいと思います。せっかくですんで、あのまぶし丼ねパンチがあるから、さらにねパンチを増すためにニンニクをトッピングしちゃおうかな。でそこにこのラーメン胡椒ですよ。仕上げはもちろんこのラーメンスープをかけまして、と、うわうわ、いい香り、これちょっとねやばいと思うよ。まず麺いきまして、うわうま、このさ炒められてるチャーシューが入ってるじゃない、だから今のトッピングでこのご飯食べるとマジで香ばしいチャーハンって感じ。本当にね騙されたと思ってこのアレンジやってみてください。マジうまい、うん、最高。ちょっと禁断のあれやっちゃいますか。これ海苔にほうれん草あえるじゃないですか。そこにニンニクね、しっかりこれスープをかけまして、これとライスでいくわけですよ。
もうですね、具材もほとんどラストでございます。ちょうどね、ご飯も最後の一口なんで、いっちゃいましょうか。ということで、本日最後ですね、もちろんこの味玉で締めさせていただきます。ということで、本日はですね、こちら斎藤屋さんで僕が食べたいと思っていた美味しいこのね、家系ラーメンを2杯やライス含めてですね、いろいろと大食い完食させていただきました。僕自身家系というかラーメン自体をね、我慢してたので、久々のラーメンということで、より美味しく感じている部分はあると思うんですけれども、それ以前にですね、このラーメン最高。もちろんですね、お店さんによってスープ味も違いますので、お店ごとに合うトッピングや卓上のカスタマイズ、いろいろとお店によって違いますので、ぜひね、皆様もこちらの斎藤屋さんで自分好みのね、好きなカスタマイズを見つけて、そのラーメン食べてみてください。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録、コメント、高評価、またですね、最近ではサブチャンネルでも活動を行っておりまして、そちらは概要欄の方に記載がございますので、ぜひ合わせてチェックしてみてください。そしたらまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。うまかった。ごちそうさまでした。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。斎藤屋さんですね、美味しかったね。もともと動画外でね、うちの妻とまあオフで、行ったラーメン屋さんだったんですけれども、その時にね、このお店美味しいなぁと感じまして、いつか行きたいなとずっと思ってたんだけれども、やっぱりダイエット期間とかっていうのもあって、スケジュール的にもね、まあちょっといろいろありまして、なかなか行けずじまいでございました。だからね、念願のこの撮影での訪問だったんですよ。しかも僕自身ね、ダイエットということで、しばらく最近はラーメン撮影以外では控えておりますので、特に家系なんかはね、撮影でもちょっと昔に比べると本数も減ってきて、食べる機会本当に減ってるので、やっぱりね、この我慢した分のスパイスっていうのは格別ですね。もともとこのラーメンもちろん美味しいんですけれども、さらにこの我慢したっていうことで 1.5 倍2倍と、美味しく感じるような最高の撮影でございました。やっぱご飯に対して我慢というのは最強です。で、本日もね、雑談コーナーということで、まあ雑談コーナーと言いますか、いっぱいね、ありがたいコメントをいただきまして、以前ね、公開させていただいた妻と食うシリーズの番外編、妻と飲む、まあ、そちらの動画なんですけれども、やっぱりね、うちのチャンネルっていうのは大食いのチャンネルなので、急に飲み動画とかを上げてもなかなかね、飲みにくい、まあそれは事前に分かってたんですよ。ただやっぱりね、公開すると他の動画に比べても、いわゆる初速っていうのかな、最初のこの伸びる速度が普通のこの大食い動画と比べても本当に2分の1ぐらいで、まあそうだよなと、なかなか難しいよなと思ってたんですけれども、こう日を追うごとにですね、徐々に徐々にこうずっと見ていただいてまして、まあ10万回再生をね、まあ突破して、わ、こんな見ていただけるんだと。で、しかもそのコメントの方にもですね、こう夫婦で話しながら食べてるシーンとか飲んでるシーンが、まあ、すごく好きで、もっとやってくださいなんていうあったかいコメントもですね、いっぱいいただいておりまして、ありがたい限りでございます。もともとですね、まああの妻と食うもそうですし、より妻と飲むなんかは特になんですけれども、僕の仕事ってさ、こう外で仕事をするじゃないですか。で、まあ、基本的にはね、最近はこうできる限りすごく遠出をするとか、すごくこう長期間出張するっていうのをできる限りね、避けてるんですよ。で、僕もやっぱ妻とね、娘に一日の終わりには会いたいので、できる限りこう朝と昼というか、昼夕方みたいな撮影にして、夜までにはね、帰ってきて、まあお休みなんていう言えるようにはね、生活気をつけてはいるんですけれども、
いかんせんですね、家にいる時間っていうのはやっぱり少なくなってしまうので、その間にですね、まあ、妻はこう休みなくね、家事育児やってくれて本当にありがたいなと。でもやっぱり僕はいない分ですね、こうお休みを取ってもらえるようなっていうのがなかなかね難しい。うちのこの仕事なんていうのは、うちにいてもね、こう編集が常にできてしまうし、今なんか投稿頻度かなり上げてるので、家に入れる時間帯でもほぼほぼ僕パソコンの前なんですよね。だからその分ですね、撮影がない日に一応ですね、まあ、撮影はさせてもらうというか、撮影はするんですけれども、まあ、僕からその感謝の気持ちということで、まあ、普段の休み取れない分少しはね休んでくださいという形で一緒にね飲みに行けたらいいなと、まあ、そんな感じで思ったのがきっかけでですね、この企画をやりだしたので、まあ、皆様もすごくあったかく言ってくださってますし、今後もですね、これ完全に僕のわがままというか僕がしたいことなんですけれども、まあ、今後も一緒にこう夫婦ともともですね、動画とかで、まあ、皆様とご一緒にね飲んで食べてるようなそんな感覚にねなって一緒に楽しんでもらえる、まあそういうようなね動画が引き続き作っていければなと思っております。なんかねこの仕事をしててよかったなと思う一瞬ひとときでございました。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。なんか恥ずかしいな。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。